こんにちは。青山学院大学のミス・ミスターコンテストっていうのがもうすぐあるんですけど、僕の生徒さんが出てまして、和田くんっていうんですが、応援してます。特技発表みたいなのでドラムを叩くので、昨日レッスンしたんですけど、ですね、下の動画の詳細欄にですね、投票先がありまして、毎日投票できるので、興味のある方は見てですね、投票してくださると幸いです。和田くんはですね、最初小学校6年の時にドラム習いに来たんですけど、今やもう大学3年生です。もう10年ぐらい前なんですね。僕もね、10年前はね、老化現象なんて言ってる、言うことなんかなかったですね、今思えば。10年前したら、まあ40代前半ですから、もう全く目もですね、老眼もなかったですね。髪の毛もですね、今よりも密度も多く、生え際ももっと前だったような気がします。っていうか、まあ前でしたね。そう、彼はね、小学校6年生から今や大学3年生で、一番元気な時かと思いますが、僕はですね、あれから10年、徐々にですね、老化していって、今や動画でいつも老化現象と自虐的なことばかり言って生きておりますが、なんとかですね、頑張って、やっております。はい、早いもんですね。あっという間ですね。まあ、僕は小さいお子さんとか教える機会もあるんですけど、もうね、すぐね、大人になっちゃうんですね。みんなびっくりしますね。その分僕の老化現象がどんどん進んでるっていうね、そういう悲しい現象がありますけど、今日はですね、バストラのダブルドドって踏むときに、音がですね、詰まっちゃう。これ今日ビボロカフタレッスンなんですけど、例えばこういう、リズム、これまあゆっくりの時はいいんですけど、ちょっと速くなった時、こうなった時にですね、こうなっちゃう。こう、なんていうか、力んじゃって、足が、ドンタンドンタンドンタドンドタンドンタンドンタンドンタタ、もしくはもう、音が出ないみたいな、一個しか。こういう現象の、生徒さんに対してでしてね、対してですね、こんな、アドバイスというか、こうしてごらんみたいな、ことを言ってみました。じゃあ足元の角度ですね。足元の映像をどうぞ。はい。まずですね、足のドドっていうのが詰まっちゃう時、だいたいこんな動きになってですね、つま先からこうダーンって打って、この後2個目の時にこう滑っちゃう。ただ滑る、こうなってるだけみたいな。こういう。あと下手すると1打目ならないこともあるんですけど、こうなっちゃって、ドドンみたいな。ドドンってならないですね。ここからこういっちゃって、力んじゃって。それでですね、じゃあどうするかと、どうしてみようかなっていう話をしたときにですね、まず、1打目踏んだら、こっからつま先が上がらないと音鳴らないので、2打目。こっからですね、つま先上げるんですけど、足のひら分かります？足の裏ですね。足の裏。裏で踏むイメージ。こっからつま先で踏む感じじゃなくて、意識を足の裏に持ってって、裏全体で踏む。って、ちょっと考えて踏むとビーターが返ってきます。つま先が上がるので、こっから。ほら。これだけでビーター返ってくるんで、それを、まあ、ダブルでちょっと速いスピードだと、
そういう意識を持つのも難しいと思いますけど、つま先足の裏、つま先足の裏、つま先足の裏、そうすると2打目比較的出しやすいかなと。リーダーが大きく返ってきますから、音も詰まりにくい。ここからこう、ね、足の裏でテープを足の裏、こっからつま先で2個目踏もうとするんじゃなくて、こっから足の裏でよっこらせ踏む。まあ極端にかかとって考えてもいいかもしれない。かかとで踏む。まあ足の裏の方がいいかな。足の裏、足の裏、裏全体で、裏全体でと思うとつま先が上がってこう、プレートに対して足の裏全体に当てるイメージで。あとね、もう一個アドバイスしたのが、見てたらね、ここ、なんつうの、1段目バーンって打って、こっからですね、もうそのまま、もうこんな感じになってるね。こうやって、こんな、もう、ほとんど弾いてないみたいな。こっから手前に弾く、距離がですね、短すぎて、一箇所で、こんな感じになってたんで、ちょっとうまく真似できないんですけど、だからもうたくさん弾いてみようかみたいな、試しに。自分が思ってるよりも多めに弾いて、で、多めに位置が元の位置に戻る。そうすると、手前から奥に持っていく間に距離があるから、その間に、こっから前にこう、ずらしてる間にビーターが返ってくる可能性が高くなるんです。こっからこう。それで元々リズムがドドって詰まっちゃってるもんだから、手前に大きく弾いてから2打目打つと、ドンドンって、ちょっとリズムが遅くなるようなイメージがあるかもしれないですけど、それぐらいで実はちょうど良かったりするので、意外にこれもね、効果的なんですね。手前にもっと大きく弾いてみよう。そしてコツがつかめるようになったら、ちょっと弾く。距離短めにしてみましょうみたいな。あまりね、弾くのを、もうこれをたくさん手前に弾くのを、これでできました、もう一生これできますっていうのもちょっとどうかなって感じなんで、なるべく動きは小さい方がいいかなと思うんで、はい、一応ねこの2点をアドバイスしてみました。あとまあペダルの調節とかもいろいろやってみたんですけど、まあ、ペダルの調節は機械的なもんですから、なんちゅうんでしょうね、難しいっちゅうよりも、その自分がまだちゃんと踏めないうちにペダルで一生懸命やろうと してもうまく調節ができないと思うんですよ。どのバネの強さとかビーターの角度とかが自分に最適なのかが分かんないと思う。ただ、そうですね、一般的なことを言うと、まあ、ビーターもあんまりこう近くすぎなく、この角度、まあ、これぐらいですかね、角度。僕はこれぐらいの角度好きなんですけど、これちょっと浅いかなって感じなんですが。あと、バネも強すぎず弱すぎずっていう感じ。まあ、なんて言えばいいんでしょうね。まあ、いろんなペダル踏まないと、強すぎず弱すぎずの感覚がわかんないと思うんですけど、あんまり極端なセッティングしないで練習して、ちゃんとコツがつかめるようになってからでないと、調節する意味があんまりないと思いますけどね。はい。ですね。何でしたっけ？二つ。足の、一打目踏んだ後に足のひらでペダル全体を踏むイメージ。で、前に踏む位置を移してあげると、つま先が上がりますから、足のひらで打とうとするとこうなりますから。そうすると二打目の打つためのビーターの返りが大きく返ってくるので、返ってくる可能性が高くなるので、いいかなと。それと、ちょっと多めに弾いてみようみたいな。大きく弾いて、やってみよう。あとね、一つ言い忘れたんですけど、足は上げたら、向こう向かってスッとやるんじゃなくて、向こう向かってこういう感じじゃなくて、位置が変わるだけで力の入れ具合は増した。上から落とす感じ。
位置は壊れたけど、下に、真下に落とすイメージ。だから、真下、真下って感じ。この位置変わるだけ。こっから、真下。こっから勢いで向こうに向かってポンってやろうとすると、さらに音詰まっちゃいますから、こうやって滑らそうとしちゃうんで。はい。そんな感じでした。はい。足元はですね、こんな感じだったんですけど、あとですね、例えば、椅子の高さ変えたりとか、あとですね、バスドラからの距離を変えて踏んでみてどうなるかっていうのもあるんですね。あとまあペダルの調整とかもあるんですけど、あんまり座る位置が前だと音がどっちかっていうとこう詰まりやすいというか、こう何て言うんでしょうね、前にこう体重がかかりがちなので、ただでさえ押し付ける形でドドって音が詰まっちゃうのに、さらに詰まっちゃうので、少し、椅子をですね、後ろに下げて、ちょっとゆったりとした感じでやってあげた方がうまくいく時もあります。はい。まあ、姿勢も大事。まあ、ペダルのね、調整に関しては、いろんなペダルがあるんですけど、まあ、バネの強さ、ビーターの角度、あと、プレートの位置とか、まあ、今、いろいろと調節できると思うんですけど、そういうのもいろいろ調節してみてですね、その結果できるようになったりとかすると思うんですね。ただ、これを言っちゃうと元も子もないんですけど、ある程度できるようになると、セッティングとか姿勢とか座る位置とか高さ、椅子の高さとか変わってもですね、ある程度コントロールできるようになるとですね、できちゃうんですね。ですので、そうですね。まあ、いろいろ試行錯誤しながら、うまくコントロールできるようになるためのコツをつかむ。そのために、まあ、いろいろとこうやってみると、どうでしょうかっていうお話でした。はい。というわけでね、今日は足のダブル、ビボロックアフターレッスンでやったことをちょっと説明してみました。ありがとうございました。